この作品は僕の子供のようなものです。というとき。子供なら、妻がいるはずだ。結局は、その、妻、こそがその作品を生み出した存在で。それを手に入れることができれば、どういう意味か？ともかく、その妻はどこだ？それは成功を求める人々には重大な。この作品は、ここ、から生まれたんだ。言うならこの本が私の妻だ。その妻との、間に、それは私が書いた漫画の単行本です。一応、一般論でそれはパクリです。単行本一冊一冊に、個性、個別の、そういうのがないとは思わない。しかし、オリジナルとコピーの差は、揺るがない何かとして存在はする。コピーを土台にする限りはそれは巧妙な盗品に過ぎない。一般論は、奴隷の容認は、結局は、人間、と、薄い本、との支え、曖昧にしていく。それはそんな末にできたいびつか。